エジキエル・スティーブン・スプライルは、アメリカ合衆国、バージニア州、チェサピーク出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。CPBL 所属時の登録名は、フミヒロイ。現在は FA。本来は、スプライルではなく、スプルールと読むのが正しい。この場合の、ウイは、前の音をそのまま伸ばす発音となる。アトランタ・ブレーブス時代2008年の、 MLB ドラフトでアトランタブレーブスから2巡目指名され6月12日に契約した。この年は参加のルーキー級ガルフコーストリーグブレーブスでプレー。2009年は A 級ロームブレーブスでプレー。下季にはルーキー級ガルフコーストリーグでプレーした。2010年は A 級マートルビーチペリカンズでプレー。この年もガルフコーストリーグでプレーした。 二千十一年は AQ リンチバーグヒルキャッツでプレー。八月に AQ ミシシッピブレーブスへ昇格した。二千十二年は AQ ミシシッピで二十七試合に登板し、9勝十一敗、防御率三点六七だった。オフの十一月二十日に四十人枠入りを果たした。二千十三年一月二十四日にクリス・ジョンソン、ジャスティン・アップトンとのトレードでマーティン・プラド、 ランドール・デルガド、ブランドン・ドルーリー、ニック・アーメドと共にアリゾナ・ダイヤモンドバックスへ移籍した。参加の AA 級、モービル・ベイベアーズで開幕を迎え、6月21日にメジャー初昇格を果たした。同日のシンシナ・ティレッズ戦でメジャーデビュー。4点リードの6回表から登板し、1回を投げ、1アンダム失点1奪三振だった。6月28日に、 トリプル A 級リノエーシズへ降格した。8月1日に最昇格。同日のテキサスレンジャーズ戦でメジャー初先発を果たしたが、4回を投げ7アンダ5失点で初黒星を喫し、8月11日のニューヨークメッツ戦では3回を投げ6アンダ5失点と結果を出せず、翌日トリプル A 級リノへ降格した。この年は6試合に登板司令賞2敗。 防御率5.56だった。2014年3月3日にダイヤモンドバックスと1年契約に合意した。3月9日にトリプル A 級リノへ移動した。5月25日にダブルヘッダーで登録枠が拡大されたため昇格し、同日のニューヨークメッツ戦2試合目に登板したが、5.1回を10安打3失点と打ち込まれ、翌日に トリプル A 級リノへ降格した。6月25日に最小を隠し、同日のクリーブランド・インディアンス戦で、リリーフとして6回から登板したが、3アンダに失点と結果を残せず、翌日トリプル A 級リノへ降格した。9月9日に最小を隠した。9月14日のサンディエゴ・パドレス戦では1点リードの5回表から、登板し、3回を1アンダ無失点に抑え、 メジャー初勝利を挙げた。この年は6試合に登板し、1勝1敗、防御率3.57だった。オフの12月8日に、ディーフとなった。2014年12月12日に、マイルス・スミスとのトレードで、ボストン・レトソックスへ移籍した。2015年は、40人枠には入ったものの、昇格しないまま7月3日に、ディーフとなった。6日に、参加のトリプル A 級。 ポータケットレッドソックスに移動した。11月第1回、WBSC プレミア12にアメリカ合衆国代表として出場した。グループリーグの韓国戦で6回無失点と、高騰したものの勝利投手にはなれなかった。準決勝のメキシコ戦では5回1失点と高騰し、勝利投手となった。2015年12月2日、韓国プロ野球のキアタイガースと契約。 2016年、キアでの登録名は、ジークとなり、10勝を記録したが13敗と、最多敗戦投手となり、負け越し、同年限りで退団。2017年2月15日、台湾のラマゴモンキーズと契約。2017年12月21日に、テキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2018年4月10日、台湾のラマゴモンキーズに復帰。 2019年5月20日、不審により対談した。ありがとうございます。